違うんだよ、サーロイン極上ですよ、一回、うわもうほら美味しいわ、3等分ぐらい切っちゃってですね、気をつけてください、あ、ありがとうございます、テールカレー、めちゃくちゃ楽しみですね、お、あ、いろいろ牛タンの塩ですね、うわ、すごいですね、すっごいです、真ん中でもこれ、ちょっと待ってください、普通のピザ屋さんのピザと違いますね、あ、国王にあるステーキ M さんにお邪魔して撮影させていただきます、よろしくお願いします、お願いします、どういった感じの料理を出されてるお店ですか、ちょっとあの結構敷居が高いと思われがちなんですけども、結構もう直接お肉も仕入れさせていただいてるんで、リーズナブルにいいお肉が召し上がっていただけるのと、ご自身で好きな硬さでお肉を焼いていただくスタイルになってます、あ、早速中に行ってみましょう、はい、ステーキ、はいですよ、これとウインナーとしてハンバーグはあと1つね、まあ、これだとそうですね、これはすごいですね、ちょっと取ってみます、1回、うわもうほらこれもうレアはもうあウインナー落ちちゃうね、事件が起きてますね、もうあのレアはこのぐらいでね、美味しいわ、焼いてみると、なんか、あの、なんていうんですかね、あ、楽しみながら焼く感じですね、そうそう、3等分ですね、やっぱ3等分ってすごいですよ、もうちょっとしたらレアが出来上がるんで、ステーキは確かにいいよ、なんか見てると落ち着きますね、ね、なんかあの、ね、やっぱ贅沢って感じがしますよね、一回もレアいきます、お、いいじゃないですか、じゃあもう多分だいぶ焼けたらいきますね、おすすめってあるんですか、あの焼くどんぐらいのこの肉レアとか、いやもうほんまいろいろやね、みんな、あ、人によって、うん、でもやっぱ一回ちょっとやっぱレアとか言ってみましょうか、レアっていうか、でも火は結構通ってます、あ、いいじゃないですか、全然抹茶、はい、真ん中が醤油、右端が自家製ダレです、はい、で、わさびはお好みで真ん中の醤油に入れてみてください、わさび醤油、なんか相当いい感じ、ちょうどいい感じ、ここら辺置いてもらっ塩と塩とか、ありがとうございます、はい、ついに気をつけてください、うん、美味しいですね、油がしっかり油柔らかいですね、うん、うん、これはあのミディアムレアで、ちょっとせっかくなんでゲームか、2種類楽しんでもらいたいなと、はい、タレをちょっとお店をちょっとなんでこれ2個切っとくんですね、 あとガーリックって意外にこれのしてみるとまた違うっすよ、あっさりしてめちゃくちゃ合うっすよ、結構わさび醤油って美味しいんですよ、僕がいいのはお店です、いや、これちょっともう特製のハンバーグ、ちょっと一回置きますね、形がまだ柔らかいんで、あれしますよ、緊張してあ、そうです、初めてあれで美味しいね、こんな感じになっちゃう、あ、ありがとうございます、失礼します、ちょっと待って、
結構すごいですね、身がこの量大きいですね、うん、身もしっかり詰まってる。頭取れてしまった。アイス、まっちゃんも全部いってください。え、大型、はい、アイスよ。これもこのままうん、このエビは美味しいと思う。お、します。美味しいし、むちゃくちゃ辛くあります。ちょっとじゃあ中を切らしてもらいましょう。お、いいじゃないですか。めっちゃ柔らかいですね。ちょうどいい感じ。いや。これは グレードアップ、そう、セブチも。グレードアップしますね。ここ、ヒレを醤油で最初に入れます。そんなステーキ屋さんでカレーがね、新しく出るね。カレーですよね。テールカレー、めちゃくちゃ楽しみですね。テール、めちゃくちゃ、あの牛タンシチューってすごくないですか。すごいですね。牛タンってやばいですよね。贅沢な感じですよね、この文字見ただけでも。文字見ただけでもね、誰が食べそうかぐらいね。カボシン薬だとコラーゲンも入っとって、なんかこだわりのカレーがステーキ屋さんでも食べれるっていうことでいただいてみようと思います、はい、じゃまずカレーの量を。お、あ、すごいですね、なんかこのカレーと、まあ、なんかち他のカレー屋の、まあ、カレーとは違うような味で、スパイスもしっかり効いてるし、まろやかな感じになって、いっぱいいただきましたね、いつも、はい、いろいろタンのシチューですね。美味しそうな牛タンが丸々見えるぐらい入ってますよね。うわ、すごいですね、牛タン自体が柔らかい。すごい、もう柔らかいさ、すごい煮込んだんです。うわ、これもうあの大体普通ってタンね、こんな切れんですからね。いただきます。おいしい。おいしいっすね、これめちゃくちゃ。ピザってあるか、ピザもピザ。それも肉があるんだ、ピザ。すごいですね。すっごいです。真ん中全然見ていただいてもいいですかね。どこでも、はい。なんかもうここ絶対美味しいじゃないですか。具がむちゃのっとるピザで、いやだってもうこれちょっと待ってください。普通のピザ屋さんのピザと違いますね。いやもう具がすごい。これ具すごくないですか。もう肉にピザにいただきます。いや、むちゃくちゃジューシーで、おいしい、おいしいな。今日はありがとうございます。こちら、テールカレーとタンシチューになって、新メニュー、新しくなってます。はい、あちゃん、どうでした。そうですね、こちらの、テールはですね、テールの感じがすごくあって、で、スパイスもあって、とても食べやすく、あと、すごいこだわったタンを使って、シチューもあっさりしてて、
ステーキを食べた後お腹いっぱい食べれないかなと思ったんですけど、いただくことができました。美味しく全部いただきましたので。